粉豆乳、牛乳、練乳じゃなくて豆乳ね。ゼーマーしましょう。あ、見せるべきだ。ええやん、ええやん。おお、汁飛んだね。香りいいよ、今んとこ。水気ね、抜き取ったけど、それでも多いのかな。でもこんなもんか、太麺の焼きそばって。まあ、どっちみち後戻りできないのでこれでいいだよ。よいしょ。あえてね、レンチンしてそこにある肉野菜は一旦一緒には炒めない。だってもう炒めてそれを冷凍してあるんだから、それをレンチンで火通したらこれでいいだろう。で、一旦この麺のみのさ、この焼きそばのポテンシャルを知りたい。麺オンリーでね。で、その後野菜とかと一緒に食えばいいだよ。俺はそういう人間だ。OK かな。美味しそう、本当に。いい辛そうな匂い。周りの肉野菜を味見した方がいいか。オンね。なんで肉野菜炒めがうんこみたいな匂いがするんだよくわかんない。でも本当にするな、今も赤ちゃんのうんこみたいな本当になんだろうなんだ、オイスターソース。まあいいや、実食いってみましょう。はい、こちら出来上がりました。あえてね、肉野菜玉はちょっと避けてるだよ。全部混ぜた方が見栄えはいいんだろうけど、まず麺のみでいってみよう。いってみよう。うん、うんうん、辛い。ビールが合うね。
うん。もう一回。ちょっと水気多かったかな、やっぱ。あんだけ減らしたけど。うん。うん、美味しいな。うん。さらに、肉と野菜も、一緒に、ハーモニーでいこうか。やってみよう、肉と野菜も。うまい。想像よりうまい。結局、うん、いつも僕袋麺もカップラーメンは一応具をちょっと頑張ってるだよ。調理のしようがないってことかな。出先でお湯だけ入れて食ってくださいってもんだから。私が思うにね。で、袋麺って家で作ってなんぼで、家なんだからある程度具材あるでしょってちょっとそこに甘えて、乾燥、フリーズドライ具材も全然入れてない。どのメーカーもほぼ。まあこの考え方で合ってると思うけど。各オタクで食うもんだから、なんかあるだろうってことだと思う。ってことで、そりゃ、ね、袋麺もいつも僕、手鍋で食う。あえて具を入れてるわけでしょ。で、これもそうよ。ね、具のないバージョンで一回食って、まあそりゃまあまあ大したことないというか、まあ普通に対して具を入れてちゃんと食えばちゃんとうまい。袋麺のラーメンの時もそうよ。そう、それが言いたい。いつもうめえうめえ言ってるけど、野菜とか肉入れなかったら美味しくねえから。具と一緒にちゃんと食うと、とてもうめえ。うん。本当に高評価。って意味では、なんだろうな、これ難しいだよ。あのね。いつもの判定基準に二度買うかどうかの話でしょ。正直二度買ってもいいぐらい美味しいの。美味しい。肉野菜と一緒に食うととっても美味しい。だけど調理編で序盤に言ったでけえフライパン使わなきゃいけないのが、あれ使いたくねえんだよ。汚れると洗うのめんどくせえから、チビフライパンでなんとかなるものをちょこちょこ調理して食っていきたいのに。バカー。うん。でそれを言い出したら、僕がたまに買うラーメンは、うん、まだ洗いやすいんだけど、フライパンが洗うの嫌いなの、でかくてかさばって、洗った後置き場がなくて、いつも言うけど、どうしよう、これを判定として。辛いもん好きな僕でも、ビールないとしんどいぐらい。やるじゃないか。うん。ほんと卵入れたらバカうめえだろうなって想像できる。どうしよう判定。
迷っちゃう今言ったまんま、とっても美味しい、全然。けど僕が個人的にフライパンを使いたくないので判定三角みたいな、そういうことかな。それで受け取ってください。皆さんの方で一回食ってほしいぐらい美味しい。ただ辛いも苦手な人は絶対食えないぐらい辛い。僕も今しんどい、ちょっとそこも考慮して食えるならちゃんと肉も野菜も入れて炒めて食ってほしいぐらいうめいけど、うん、あ、結構汗かくな。ジモンもそうだけど、ジモンはいいんだよでもな、あんま汗かくと自分でも気持ち悪いからな、ベタベタす、お風呂入ったのにやめるか、二度買うのうめえんだけどね。で、辛いと売りの商品で、辛くないとそれはそれで怒るんだけど、僕はでも辛いそんな私でも、だからそういうこと、判定はこの長いダラダラお話で組んでください。すっごい辛いものが好きな人は食べれるし、肉野菜とちゃんと炒めれば全然美味しいけど、僕はフライパン洗うのめんどくさいし、辛いの好きな私でもちょっと辛すぎ辛すぎて嫌じゃないよ、全然耐えれるけど汗もいっぱいかいてしんどいから中くらいにちょっとだけランクを下げる、そういう話でお願いします。悪くないよ、登録してね。熱い、辛い、